はい、お久しぶりです。バージョン 2.5.0 のアップデートが来て、かなりいろいろ追加されたみたいなので、やっていきたいと思います。まずは、ここ、闘技場のところにびっくりマークがついてます。はい。クエストで、パペット乱闘。はい。1日1回限定のデイリークエストというのが追加されました。それから、ラストストーリー。ラストストーリーは同じミストウォーカーが作った Wii の、RPG なんですが、僕今、プレイしてゲームやっております。ミストウォーカー好きでつい買ってやってしまっております。はい。これも後でやろうと思います。まずはこの1日限定のパペットランド行きましょう。はい。あ、さらに、レベルが70までだったんですが、90までに引き上げられました。レベル制限が90になりました。一回戦って71になったやつがいます。よし。こんな最強メンバーで行こうと思います。はい。一日一回の限定のデイリークエスト、パペット乱闘では、剣と闇と、槍と弓とが大乱闘、パペットたちをなぎ倒して種族用のアイテムをゲットしようと。で、レアなアイテムがゲットできるみたいです。倒すと。おー。音楽が素晴らしいですね。この、デイリークエストの音楽作ったのは、なんと、カルドセプト、いや、サガシリーズでも有名な糸剣だそうです。やりました。はい。なんと、適当に挟めばいいだけだろう。よし。どこどこどこ。さあ、ここに、面白い奴らがいるな。でもまあ、中見なくても多分、マチやクロス。まあ、弱いね。基本的に弱いんで、適当に挟めばいいだけかな。さあ。とりあえずここを挟み、ここを挟み、あとはこっち挟めばいいかな。よし。いけるかな？いけるかな？僕。少しは上手くなっているか。どうだ？おー、いいね。アイテムいっぱい手に入ってる。強い、強い、一撃、あ、一人残った。なあ、逃げられたったよ。あ、まだか、三分の、もあるから、そうか、一ターンで全部やっつけないといけないか、それはちょっと難しいんじゃないですかね。一ターンで全部はさすがに難しいじゃないですか。じゃあどうすればいいか。一ターンで全部は難しいな。やばい、失敗してる。さあ。右下だけ残るかな。でも地震が発生すればある程度。そうか。2回ググバを2回連携に入れて2回地震を発生させれば多分こいつは逃げちゃうでしょう。そうか。2回地震を発生させれば多分全部やっつけられるね。だからググバを2回連鎖に入れてあげるという形で大丈夫かな。さあ、すげえな、音楽がかっこよすぎて。あー、しまった。大丈夫か。やばい。一回で倒しちゃうと逆に問題。あ、いいね。一回で倒しちゃった。すげえ。さあ、どんなアイテムが手に入るのかな？スラギの草、約束の爪、知識の花。お、初めて出たら、これ何？無色なウイルス。何かに使えるのかなこれ。焼き餅の毛。お、やるせないし。焼き餅の毛。これもなんか新しいね。なんだろう、何に使えるんだろう。ちょっとメインで見てみましょう。メインで、アイテムリストで。アイテムリスト。今手に、あとこれか。見てみよう。神獣のジョブを進化させる。最後に残った欲のカス。カス。カス。はい。はい。無色なウイルスは神獣のジョブを進化させる。無の境地に達した不死の細胞。うわぁ、すごいね。さあ、そして闘技場。いきますか。じゃあラストストーリーもやっていきますか。クエスト。さあ、ラストストーリーどんなのか、今のパーティーで、いけるかな？最強パーティーで。全く見てないので、初見です。
で、昨日のニコ生の話だと、分岐があるストーリーで何回も楽しめると。で、約1ヶ月間の期間限定なんで、まあ、楽しんでくださいと。というわけですね。ずっと入れといてくれてもいいのにね。よし、じゃあこの最強メンツで、行くぜ。撮る開始。若き傭兵は特別な力を得た。人の願い、意志、決意を具現化して戦う力へと昇華する。異邦の力だ。ある姫はその若き傭兵に思いを寄せた。若き傭兵の名はエルザ、姫の名をカナン。その日、異邦の力をめぐる動乱が幕を開けた。その動乱は帝国の要衝ルリ島で巻き起こり、人種を超えた大戦へと拡大する。エルザはかつての兄貴分、すべての黒幕であった男、傭兵団の頭目、クォークをその手にかけ、大戦を終結。お、ちょっと、これネタバレひどいんじゃないの？僕まだ、RPG、やってる途中なんですが、しまった。先にラストストーリーをクリアすればよかった。クォークっていうのはね、仲間、こちらの味方のパーティーの傭兵団の団長で、エルザ、主役のエルザが信頼してずっとついていってる兄貴分なんですよね。でもここでもうね、書いてあるという。クォークが実は全ての黒幕と、おい、ラストストーリークリアする前に結論、ネタバレしてしまった。まあいいか、はい。エルザとカナンは仲間たちの前で永遠を誓い、残された傭兵たちもまたそれぞれの人生を歩み始めた。それからしばし時が流れたと。はい。で、その後日談っていう感じだそうですよ。ルリ島酒場。数年ぶりに訪れた酒場。男は懐かしい香りだと思った。調子を微妙に外した独特のハーモニカ。闘技場帰りで行きまく客。あの頃と変わらない。いやー、僕も、これ、この闘技場のイラスト、実際僕が今ゲームしている拠点、宿屋って感じなんですよね。一緒だな。すごい楽しいね。いやー、これオマージュって感じですごくいい。はい。だが変わったものもある。壁掛けに飾られた紙幣がまた増えている。それに獣のような風貌をしたグルグ人が人と酒を組み交わすなど、全対戦中は考えもしなかった。グルグ人っていうのがね、今前半でね、ラストストーリーやってる前半での、敵なんですよ。ラスボスなのに、なんと一緒にもう仲良くなっていると。はい。その前の対戦で英雄的活躍を見せた傭兵団の一員であり、この店によく出入りしていた男、ジャッカルは、少しだけくすぐったい気持ちを落ち着け、ややくたびれた様子にどっしりと腰掛けた。ジャッカルは確かで、やたら女を口説きまくってる、イケメン野郎だったんかな。はい。テーブルに置かれた呼び鈴を鳴らすと、はーい。という、威勢の良い声が帰ってくる。慌ててやってきたこの店の看板娘、アリエルに、ジャッカルはウィンクした。はい。また一段と綺麗になったな。嘘。ジャッカル全然わからなかったわ。無理もない。あの頃は薄汚れた鎧ばかりを着込んで、この店に入り浸っていた。今は丁寧な衣装が施された上着に、手触りの良い道着を重ねて着込んでいる。記憶とは多少差異があるに違いない。景気良さそうね。聞いたわよ。召喚をやってるんですって。なんてことない小さな店さ。それより、エルザのこと？少しアリエルの表情が曇った。牢に入れられてるって、ありえないよ。エルザがカナンを襲うだなんて。と、とても不安そうに呟いた。時は数日前に遡る。長いな。はい。ルリ城。いいですか？うわぁ、この音楽、いいね。久しぶりだなぁって。久しぶりっていうか、僕は裏でラストストーリーやってるんですけど、そのままの音楽ですね。大切な人の喜ぶ顔を思い浮かべなさい。その誰かの幸せのために、あなた方は魔法を覚えるのですよ。力とは手に入れるだけで終わらせてはいけないのです。ルリ城の書家では、お抱えの宮廷魔道士が子供たちに魔法の講義を行っていた。皆真剣な面持ちだ。それもそのはず、今日はこの城の主である、カナンと、城の主になったの。はい。全大戦の英雄、そして現ルリ城、騎士城のエルザが見学に来ているのだから、
1ということは国王自体はどうなったんだろう。はい、張り切る講師陣を装に当の2人は何やら重苦しい雰囲気に重苦しい空気に満ちていた。ねえエルザ、もうこれ以上待っても仕方ないわ。帝国の諸侯の承認なく結婚してはならない、そういう決まりだろう。そんなこと昔の人が決めたことよ。こういう世界で生きるならしきたりを無視するわけにはいかないさ。君の立場を悪くしたくない。気持ちは嬉しいけど。カナンが声を荒げた。子供たちがポカンとカナンを見ている。そう、カナンはこの国の王女だったんですよね。でエルザはただの傭兵で、結婚するかどうかっていう話ですな。はい、あはは、ごめんなさい。エルザが一瞬顔をしかめたのをカナンは見逃さなかった。どこか悪いの？大丈夫。エルザはつぶやいた。額には油汗が滲んでいた。たまらずエルザは廊下に出た。どうして違法の印が？エルザの右腕は赤く滲んでいた。正確には赤い文様がうっすらと浮かび上がっているように見えた。エルザ、それ。カナン。ぐわー。エルザの右腕から幾筋もの砂状の光と赤黒い光が溢れ出す。かつてエルザが使いこなしたギャザリングに似て、火なる光。ぐわー、カナン逃げろ、早く。でもエルザ。戸惑い、逃げ遅れてしまったカナンに赤黒い光の波動が襲いかかった。カナン様、エルザ殿、お下がりください。衛兵たちがカナンに駆け寄る。だが彼らは光の粒子となって駆け消えた。瞬きする暇もない。これはまさか。エルザはこの現象を見るのは二度目だ。全領主アルーカナン伯爵が大地のエネルギーを極限まで吸い尽くさんと異邦のものを傷つけた時、伯爵は光の粒となって消えた。異邦の力によって生命がエネルギーに解体される瞬間だ。エルザの右腕から放たれた赤黒い光は竜のような、しかし不死鳥のようにも見えるシルエットを空中に描き出した後、カナンへと入り込む。力を。するとカナンの口から聞き覚えのない声がした。エルザはその声に殺気を感じ取るが、カナンを切れるはずがない。そこへルリの騎士たちが駆けつけた。10分の1と。音楽がすごくいいね。これラストするストーリーどうしたらいい？お、これがキャラ、僕の6人プラスこれがキャラ、これ中エルザガード切りスラッシュ横1列垂直切り縦1列 50%。 こっちは仲間なんでしょう。カナンは敵なの？カナン暴走全体、カナン自体が、あれ、エルザが暴走したんじゃなかった？カナンが暴走したの？忌まわしきエネルギーが飛んでくる。他の奴らは？飽和周囲1。はい。エネルギー飽和で破裂。まだ飽和してないから大丈夫ですよ。まあ、とりあえず、挟んで、どうやって挟むか、どうやって挟むか。なんか上手い挟み方ないかな。こっち行くと挟めなくなっちゃうからね。こことここで挟もうか。それが良さそうだ。ググバがいいかな。うまく連鎖させたいんだけどな。よし。あとは、この三河市を発生させるのがなんか良さそうな気もするが、どうでしょうか。いやー、ちょっと手汗かいてきた。よし。うわー、ちょっと、これだけじゃ甘いか。あ、甘い。スキルブーストエルザがスキルブーストでどうすんだ。暴走全体、うわ強い。おーしょ、三河市のおかげだ。三河市のおかげで、よし、三河市を発生させればなんとかなると。三河市を真ん中の方に持ってって、あとは適当に挟めばまあなんとかなるかな。じゃあどうする。三河市を真ん中の方に持っていきたいだけど、なかなかそうはいかないな。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。
まずカナンからやっつけるか。何が強いの、ちょっと待ってよ。回復でもさせないといけないしな。回復はちょっといろいろ考えると難しいから見かわしはちょっとできないから、ちょっと待ってよ。どうだ、これで結構見かわしも発生しつつ、さあどうだ、よし、いいぞ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 。なかなかスラッシュ横一列。よし、かなりやっつけてしまったけど大丈夫なのか。あとまだ残ってるぞ敵が。おお、かなり一匹やっつければ全部死んでくれると。 OK、 エルザ殿、エルザ殿、カナン様、お気を確かに。カナンへと注ぎ込まれた赤い光はエルザの右上でへと戻った。だが、カナンの肉体には異方の力が刻み込まれ、赤黒い文様は彼女の全身を縛り付けるように這い回っている。彼女の意識は深い檻に囚われ、昏睡状態に陥ってしまった。そしてエルザもまた、力を使い果たしたかのごとく、その場に崩れ落ち、意識を失った。反逆者、エルザ、極刑に、処す。その知らせが発布されたのは事件から4日後の朝のことであった。前大戦の英雄とはいえ、孤児であり、元傭兵であり、なおかつ彼らの頭目が前大戦の黒幕であったというエルザのレッテルはそう簡単に剥がせるものではなかった。ルリ島を治めるアルガダン家は帝国の要衝を司る機能上多くの便宜が図られる。その甘い汁を付け狙う諸侯は数多くいる。ルリ島の利権を狙う彼らによってエルザとカナンは正式な婚姻関係を結ぶことができなかったのだ。そんな中巻き起こったこたびの事件、失われたはずの異方の力によってカナンが襲われたという悲しむべき事件を諸侯たちは内心複素縁でいた。ジャッカルはその方を耳にし、取るものもとりあえずルリ島へと足を運んだのだ、はい、アリエルの酒場。なるほどな、お前たちはエルザを救いたいと。ジャッカルはかの事件の際にエルザと共に戦った騎士たちと酒を酌み交わしていた。アリエルさんから、あなたがかつてエルザ殿のお仲間であったことは伺いました。私たちもともとは冒険者だったのです。一部の方々は我々を蔑みましたが、エルザ殿だけは、はい、常に自らを犠牲にし我々の面倒を見てくださったエルザ殿にそのご恩を返せるとしたら今しかありません。なら手伝ってもらおうか。だがあんたらも多くを失うことになるぞ。冒険者に戻るだけです、と言って騎士たちは微笑んだ。その夜、昏睡状態だったはずのエルザは牢獄から姿を消した。しばし時が流れた。んだお前ら、そんなもんも持てねえのかよ、そんなもんも持てねえのかよ、だらしねえな。もうほんの少しハスキーで色気ときらびやかさが絶妙に溶け合った独特の声がした。この店のおかみ、セイレンだ。はい。セイレンも、傭兵団の仲間で、色気たっぷりで口が悪い酒好きの女でしたね。女戦士。はい。ここはジャッカルとセイレンが営む巨大な商館。エルザは自身を信奉する部下。今や冒険者へと出戻った元騎士たちと共に療養を兼ねた生活を行っていた。おいお前ら、俺午前中に終わんなかったら全員昼飯抜きだからな。おかみさん勘弁してくださいよと泣き言がそこかしこで聞こえる。男だろ、ベソ書いてる暇あったら手動かせっつーの。いやー、さすがはおかみさん貫禄あるね。お腹の肉も貫禄出てきたかな。蛍光を叩いたジャッカルに向けてジャッキが飛んできた。大変だな。ジョッキが飛んできた。ガシャンと破裂。ドア、危ねえ。ごめん、手が滑っちゃって。あ、それ、お前の小遣いで弁償だ。な。そらねえだろ。ああ、二人を見ているとあの頃思い出すよ。長らく、床に伏していた、エルザは、ようやく立ち上がれるまでになったのだった。数刻の後、エルザ、また寝ちゃったな。無理もないさ。違法の印が現れてこっち、ずっとそうじゃないか。違法のものは、宇宙に帰ったんだろう。エルザばっかり貧乏くじじゃねえか、くそ。なんとかしてやりてえが、俺らに何ができる。一緒に戦うことはできる。これ読んでみろ。何それ手紙。マナミアから?はい。マナミアは、回復魔法の使う、パーティーの仲間でしたね。はい。あ、俺は帝国に行く。集合の日は3度目の満月の日。
それまでエルザのことを頼んでもいいな。これを読めばその理由がわかるってんなら文句はねえ。翌朝、おはようエルザ、ちっと聞いてくれ。マナミアとユーリスに合流して、もう一度傭兵団を結成したい。セイレンがそう切り出して、もちろんリーダーはお前だ、とジャッカルが付け加えた。ユーリスは、攻撃魔法の、イケメン男。はい。俺らはよ、あの戦争の後、のんびり幸せ気分に浸らせてもらったんだけど、お前は多分そうじゃない。お前が選んだ道だからなんつってこれ以上見ぬふりするのも性に合わねえ。お前の右腕を直すためなんだ。でさっさと結婚式に呼んでくれよ。まあそうだな、それがいい。セイレン、ジャッカル。エルザはうなずいた。一体どうやって、とは聞かなかった。そして一向に収まらない右腕のうずくような痛みも言い出せなかった。再結成を決めたエルザ傭兵団はルリ島を目指しながらかつての仲間たちを集めていくことになった。ふざけんなよ、なんでこんなに魔物が、セイレンが叫ぶ。まさかエルザの違法の力に引き寄せられて。真相は不明だが、大量の魔物に加えエルザの首を狙った賞金稼ぎによって取り囲まれているのは事実。ダメだ、敵の数が多い。お前たちも追い込まれる前に逃げろ。決してとどまるな。そんなもん戦ってみなきゃわかんねえよ。俺たちの目的はここで意地張ることじゃねえんだ、セイレン。わかってるよ。三度目の満月の日だろう。忘れるな。その日が俺たちの約束の日だ。あ、いいよ。じゃあ一応やりますか。さあ、10分の2。お前ら深入りするんじゃねえぞ。と狙う。さあ、これ見てみましょう。グリフォン。1万 !HP1 万レベル66。狙う。弓矢で狙う。早。狙った場所に早が飛ぶ。羽音周囲、大きな羽ばたきで風力が発生。これは避けないといけないね。はい。こちらフクロウはなんだ？フクロウは放ちやクロス。フクロウはじゃあ、まあ、とりあえず、ほっとくか。三河市さえ発生すればなんとかなるでしょう。三河市。お、前からの続きだね。三河市がまだついたままだ。他のキャラにも三河市をくっつけてあげよう。こいつの周囲2マスに行けば三河市電獣プロが発生する。こいつの周囲2マスに行けば三河市電獣プロが発生する。P もある。P もあるけど P もったいないな、これ。とりあえず矢からは、逃げて、でも三河市も発生したいっていう。贅沢な。まあいいか、それを後にしようか。よし。こんな感じでどうです。お、意外と弱いぞ。フクロウは弱い。そんなに強くない。さあ、地震が起きればフクロウも死ぬかな。意外と1万ぐらい余裕だね。1万 HP があるからどうかと思ったんだが。よし、いいぞ三河市。常に三河市を発生するように戦えば特に問題はないか。またまた狙われてるから、狙われてるところから逃げる。逃げて、さらに三河市。どうすればいいんだ。三河市を全員に発生させるようにしたい。さあ、どうだ。こんな感じか。こんな感じか。よし。全員に三河市行くでしょ。よし。わあ、結構食らってる。狙われている。結構、あ、でも、リチェネで回復したね。危ないな。よし。常に三河市作戦で行けば大丈夫だが。ここは挟まれているから、ここは逃げた方がいい。こいつも危ない。よし。逃げた方がいい。が、どうするんだ。2×2 のとこに突っ込みたいとか。これでいいんじゃない。全員にまた三河市作戦。さあ、ファイヤー頑張ってくれ。よし。
ちゃったが、ほんと、はや、これ食らわなければ大丈夫だ。よし。あー、いや、なんとかなりそうだ。なんとかなりそうだ。この辺はなんとかなりそうだ。三河市を発生しつつ、やっつけたい。多分地震が発生すればやっつけられるでしょう。しまった。危ない。狙うだけで済んだ。よかった。ということは、狙うを避けて、全員をこっちの方に持ってくる。こんな感じでどうだ。よし。まあ、いいでしょう。はい。なんとか逃げ切ったか。ええ、巻いたようです。ですが、多くの魔物を仕留め損ねました。シャーネーさん、言ってて。セイレン殿の怪我を悪いな。ちっと肩貸してくれんかな。セイレンすまない。俺が戦えていれば。バカ、無理するな、エルザ。お前の出番はまだ先だよ。長くなりそうだな。ちょっと、2回ぐらいに、分割するかもしれません。剣を持つ手が震えた。戦いが怖いわけじゃないとは思う。カナンが赤黒い意識に染まり、それに、早退したとき、あの日を思い出したからだ。俺の無二の親友であり、家族同然だった、クォークを貫いたあの時のことを。一行がたどり着いたのは、暖かな木漏れ日差す森だった。ところどころ荒廃の余波が散見されるも、自然はそこここに残り、ありし日の楽園さながらの光景を想像させた。これは。そこには魔法が直撃した。明らかな痕跡が残されていた。近づくと、かすかな熱と体内の魔導細胞が震え、力が溢れるような感覚が全身を巡る。まだ魔力がリッキー場を形成して間もないのだ。冒険者たちが剣を抜き構える。セイレン殿、ここは我々にお任せを。いる。自然の猛威と敵意は圧力となって一行を襲う。連続で。突撃ランダム。ひょう、強そうだな。うわぁ、なんか獅子舞のようなかっこいいのも、ひょう。書いてないけど、突撃ランダムさ。あと、ここになんか、かっこいい。なんだよ、これは。獅子舞のような。野獣、ライオン、突撃ランダム。周りを蹴散らしてくる。恐ろしいね。蹴散らしてくるが、連続。しかし、これもまた連続で。三河市をやっておけば特に問題ないかなと思うんだけど、どうかね。どうしようかな。バハムトがここにいて、ここを挟み、こいつをここに挟ませ、こうし。ここじゃまずいか。結構強いぞ。さあ。やっつけきれないかと。つけきれないか。もう一回攻撃あるでしょ。もう一回攻撃。三連鎖。よし。いや、そうで。獅子舞はやっつけろ。やっつけろ。いや、結構強い。強い。ググバが強い。すげえ突撃の仕方してくるな、やつら。いや、結構強いな。どうしよう。どう挟む。うまく挟めれば結構、つけられると思うんだけど、下手くそだからな。こうやって、あ、しまった。ここは挟まなかった。でもまあやつ。でも突撃ランダムが来る。よし。まあでもでいいでしょう。三河市を発生させつつ、やっつけるには。どうだ。いいだろう。どうだ。やれ。獅子舞をやれ。よし。地震も発生した。よし。いやー、まだザコはそうでもないな。はい。なんとか最強パーティーでなんとかやれる範囲だ。ちょっとグーバーを回復させたい感じだね。癒しの前で。はい。どこを突き歩いてんだ、マナミアは。
行はマナミアを探していた。彼女はルリ島へと向かう船をこの近くに用意してくれているという。マナミア殿、はい、一行の一人が声を上げた。バカ、敵陣で叫ぶ奴がいるか。えい、だから黙ってろって。セイレンも思わず声を荒げたが、その不思議な音には聞き覚えがあった。輪郭はおぼろながら確かに芯が通っており、一方で心に優しく触れるシルクのような声だ。エルザは気づく。マナミアだ、戦ってる。走れお前ら、助け出しだ。一行はマナミアの声の元へ駆け出した。ぶっ倒して船に乗りましょう。そんな荒げた声を出すやつだったかな。ちょっと見てみよう。はい、マナミアかっこいいな。あ、これインフォメーション見た方がいいね。しまった、先にエルザとカナンのインフォメーション見るの忘れた。インフォメーションあるでしょ。ないか。はい、まあいいや、イラストをじっくり見れると。なんか紹介があるかなと思ったんだけど、マナミアなんか鳥を連れてね。ヒール周囲 100%、 ステータス以上解除 100%、 はい、 HP フルで一人復活装備。よし、いいね。また変なやつがいるぞ。ここに変なやつがいるぞ。でもそんなに敵はいない。これとこれとこれ、3匹だけ。円毒玉再現、鎧事故。二段有効、物理、魔法の両ダメージをほぼカットする強靭な鎧。いやでもこれ、ステータス解除が、確かこの、そう、アイリーンについてるから、あ、違うか。ステータス解除はこっちのステータス解除か。多分大丈夫だと思うんだけどね。とりあえずこういうよけて、あ、浮いてるから、浮いてるからこの毒関係ないね。だからここをこう普通に挟んでよけて、さらに三河市、どうすればいいんだ、どうすればいいんだ。3個上がってだな。ああ、マナミアが浮いてなかったから、マナミアが浮いてなかったから、マナミアは毒ダメージ受けちゃったね。あ、でも回復してくれた。ナイス。ナイス、アイリーン。ハオト周囲、強い。早。毒液流出、鎧事故。この、毒で死んだな、今。毒でこれ死んだな。これ、鎧事故。これ、ステータス解除を、多分こいつ、このマナミアの技でステータス一応解除。これ自分の方か。敵のステータスを解除する方法はないのか。これ魔法となんか効かないって言ってたからな。とりあえずでも、攻めてみようか。かわしがあれば特に問題ないでしょう。いやー、どんな風にやるか、ちょっと怖いが、攻めてみようか。奴には効かないね。毒玉再現。おお、毒を食らっちゃうんか。毒を食らっちゃうんか。めんどくさいな。でも毒のステータス、あ、これもう鎧今なくなったね。鎧は1段か2段だけ。マナミアが死にそうだね。やばいね。マナミアを助けつつ、P 使ってもいいかなっていう感じだね、これだと。マナミアを助けつつ、さらに三河市も発生しつつって感じだな。とすると、どうすればいいんだ。ピ使っちゃおう。よし。あ、回復がちょっと届かない。自己回復がついた。やっつけろ、やっつけろ、一旦でやっつけろ。よし。ヒール事故。ハオトが強いな。くそ、やつ遠いな。いや、でもこんなに P ゲージが溜まってるんなら全然行っちゃって大丈夫なんだよ。とりあえずやっつけ行くか、やっつけ行くか。ちょっと遠いな、遠いな、遠いな。遠いとこまで離れてやっつけに行くのがめんどくさい。よし、とりあえずやっつけた。
なんとかルリ島行きの最終便を守れましたわね。危なかったな。まさか船も魔物の襲撃を受けてるなんてよ。ええ、まったく。戦ったら私、お腹が空いてしまいましたわ。グギュル、と。グギュルだって。と大きな音を立てて腹が鳴る。セイレンの背筋に冷たいものが走る。そういえばセイレンたちは随分お金持ちになられたとか。ああ、待て待て、マナミア。本気の食事だけはやめとこうな。もちろんわかっています。ドンバチ46杯くらいに留めてますから。全然わかってねえから。船はルリ島へと。今ずっとルリ島にいたと思ったんだけど、違ったんだね。あれでも酒場はルリ島だったのに。マナミアは変わっていなかった。マナミアを、探しにというか迎えに行ったっていう感じかな。はい。大食いなところも、母親のような慈愛も、どんな俺も、受け止めてくれる気がした。ただ、ふと視線が混じり合った時、悲しそうな目をしていた。その正体は聞き出せなかった。それよりも、マナミアの土産話の方が何倍も魅力的だったからだ。はい。航海が中腹を超えた頃、彼らの乗る船は、大しけに見舞われた。大しけ。嵐がひどいってことね。うわぁ。船に、慣れない冒険者たちは大きな揺れの度に狭い船室ですっ転びひっくり返りもんどり打つ。だだらしねえとは。ひときわ大きな振動があった。同時に剣撃と怒号が耳に飛び込んできた。戦いだ。冒険者たちは甲板へと駆け出す。こいつらグルグの海賊。はい。全対戦集結時、その事実を知らされぬまま海を放浪した部隊が少なからずいたという。彼らはそんなグルグ海軍の残党であり、今や民間船を襲う海賊であった。こんなところでやられるわけにはいきません。セイレン殿、マナミア殿、エルザ殿と共にお下がりください。ここは我々がお守りします。グルグ海賊か。はい。剣で攻撃すれば、良さそうだが。さてと、まずは三河市作戦で行くか。でも1だからここは挟んだ方がいいね。しかも剣で挟んだ方がいいでしょう。ここは剣で挟み、下もついでに挟みつつ三河市発生させられたらなという感じだが、ちょっと三河市は遠いからな。どうするべきか。まあいいか、このまま普通に行ってみましょう。こいつらなんだろう。下のやつ見てみよう。下のやつ。ブレスアタック周1、吹き飛ばしプラス物理ダメージ。防御力 150% アップ。隣接の防御力アップ。恐ろしいな。まあいいか、普通に戦ってみましょうか。よし。一撃ではやっつけられないか。おぉ、やっつけた。OK。1のやつは全員やっつけた。しかも P が発生して、こいつら異常に防御力が高いが、お、石化もした。これ一撃でやっつけられるでしょう。余裕だね。このまま普通に行って良さそうだけど、なんか問題あるか。ないな。よし。一撃でしょ、これは。よし。よし、余裕。よっしゃ、だいぶ数が減ったな。セイレン、あれを見て。だかと立ち上る波を割り、ボロボロに朽ち果てた巨大戦艦が姿を現した。魔物だ。魔物が乗っている。水夫がかなり切り声を上げた。海の魔物までもが一行を乗せた船に襲いかかってきたのだ。だが次の瞬間、その巨大戦艦は爆熱に包まれた。待たせたね、みんな。ユーリス来てくれたの。よし、それバンバンやっちまえ。だからさ、魔法は思ってる以上に精神力を酷使するものって言ったろ。頼みましたわ、ユーリス。あなたの魔法が頼りですの。ユーリスいる？ユーリスいる？いた！なんだ、こんなもんなの？いた。ここに来ましたね、ユーリス。ラストスト、プロミネンス周囲 100%。爆発によるダメージ。メテオ全体。メテオはまだ、僕のラストストーリーではメテオを覚えてないぞ。プロミネンスだけかな。氷ダメージ3分の1周囲に。2ターン有効、仲間の氷ダメージが3分の1になると。氷を使ってくるやついなそうだけど、これは氷使いか。ブリザードブレス縦に、ブリザードブレス横に。やばいね。ということはこれを
ホールダメージ3分の1を発生させて守るっていう感じか。なるほど。